私たちの暮らしにおける移動は新たな技術によって大きく変わる可能性があります。今まさに新しいサービスと地域コミュニティの連携によって私たちの移動に変革をもたらす取り組みが進んでいます。 MaaS は IT でつながる技術を駆使し、あらゆる人のストレスのない効率的な移動を実現します。目的地までの最適なルートを電車やバス、タクシーなどの公共交通機関はもちろん、シェアサイクルなどさまざまな移動サービスを含めて誰でも簡単に検索・予約することができます。経済産業省と国土交通省は移動課題の解決と地域の活性化を目指し、地域と企業が手を取り合った挑戦を促す新プロジェクト、スマートモビリティチャレンジを2019年に立ち上げ、全国での取り組みを後押ししています。スマートモビリティチャレンジでは、地域における公共交通を便利に、 IT の力で地域交通の維持、人も物もサービスも運ぶ車、自動走行をもっと身近にの4つのコンセプトで地域の取り組みを支援しています。チャレンジ1、マイカー移動が主流の地域では、通勤時間帯の渋滞や高齢者の免許返納に伴う移動手段の確保などの課題があります。それらの課題を解決するため、地域内の複数の移動サービスをまとめて検索できるアプリを提供し、スムーズに移動できる環境を実現します。例えば、予約制のコミュニティバスと電車を組み合わせたルートをアプリが提示することで、極力歩く距離が短い移動が可能になります。また、実証中の自動運転バスを公共交通機関の一つとして利用できる取り組みもあります。観光地では旅行客による MaaS の活用が期待されています。アプリを通じて運賃と配管料をセットにした周遊パスや、地域の小売店と連携したクーポンを発行するなど、観光地での買い物や移動がより便利になる取り組みを行っています。チャレンジ2、地方では少子高齢化による過疎化に伴い、路線バスの廃線をはじめとする公共交通機関の減少が進んでいます。そうした地域では自治体がコミュニティバスを支援していますが、運行頻度の少なさや自治体への負担が課題になっています。そこで IT と地域の相互扶助によって、利用者があらかじめ出発地と目的地を入力すると、 AI が最適なルートを導き出すことで、柔軟かつ効率的なバスの運行が可能となります。また、地域内で支え合って、元気な人が自家用車を運転して、運転が難しい住民を目的地まで送迎するサービスも可能になりました。チャレンジ3、地方では大都市に比べて運輸・移動サービスの利用者が少なく、運輸・交通業界の収益は低下傾向にあります。そこで、バスやタクシーの空いた時間やスペースを活用し、荷物の輸送に充てる取り組みや、配送サービスの車両を利用して人が移動できる仕組み作りが計画されています。チャレンジ4、バスやトラック・タクシーなどの運転手不足、多額の人件コストといった課題もまた、自動走行技術の実用化による解決が期待されています。事業者と自治体の協力のもと、実用化を目的とした実証実験を行い、実際の道路や通信環境で自動走行技術がどう機能するか、またどのような課題があるかを検証しています。さらに、暮らしの中で自動運転サービスを体験する機会を設け、サービス利用者はもちろん、歩行者や一般ドライバーにも受け入れてもらうための取り組みを行っています。経済産業省と国土交通省は、スマートモビリティチャレンジや自動運転の社会需要性を上げる活動を通じて、これからも新しい移動の在り方に積極的に取り組む地域、事業者を支援していきます。また、このチャレンジの波が全国に広がっていくことを期待し、今後、移動需要の変化を促す取り組みや、モビリティ関連データを活用した交通・都市政策の立案などを推進していきます。